皆さんどうもこんにちは、プーラーキッチです。はい、ということでね、今日はね、何を起こすのかというと、はい、BB 戦士というか、G ジェネレーションからね、ガンダムアクエリスですね。なんでこれこういう風にしちゃったんだろうね。普通に SD ガンダム BB 戦士でいいのにね、なんか G ジェネレーションとかってなっちゃってね。G ジェネレーションゼロ、これどっちこれ、これ分かんないんだけど、俺詳しくねえからさ。ゼロじゃねえ方か、これ。G ジェネレーションシリーズか。ほんとこれ冷めちゃったんだよ、これで俺。ガンダムベースキベ東京に売ってるさ、ポップなやつなんで、ポップなやつ、昔の。この89年とか90年に出てた BB 戦士、あっちのパッケージが好きなんだよね。この G ジェネレーションと G ジェネレーションゼロのやつ好きじゃねえんだよ、俺。で、これね、ちょっと違うんですよ、これ。そう、値札があっけど、ナンバー50つってなんか、ドドンって出てんじゃん。そうなんですよ、特別なナンバー50番だから、他のは普通にこうやってね、7番とかね、質素な感じで、ね、書いてあるんですけど、ドドンと50、ね。で、新規造形、この当時のね、この G ジェネレーションシリーズってね、昔の BB 戦士にね、追加パーツして100円増して売ってるみたいな感じだったんだね。ね、この感じがいいよね、この可愛い感じがね。たまんない、たまんない。新しい造形の、この新規造形のなんか、可愛げがねえんだよな。可愛げがね、あとね、肉抜きがすごいね。新しい方で。これは知らないけど。昔のね、BB ってね、何気にね、まあ、出来はね、まあ、今見るとだるいんだけど、肉抜きがなかったんだよね。で、この機体何なのかというとね、ガンダムウィング、の機体らしいんだけど、いねえよこんなのっていう。エピオンとね、共同戦線をね、張る機体らしいっすよ、これ。まあ武器はね、ヒートロッドだけらしくて、こいつはどういう機体かっていうと、モビルドールをね、コンピュータウイルスで動けなくするっていう、一時的にね、コンピュータウイルスをばらまいて一時的に動けなくするっていう機体らしいっすよ。アンチモビルドールウイルスっていうね、強力なコンピュータウイルスを放出し、モビルドールを一時的に機能停止状態に陥れるっていうね。で、止まってる隙に、まあ、エピオンが、攻撃したりとか、まあ、こいつもまあ、ヒートロッド持ってて攻撃するんだけど、そんなやついたっけみたいなね。こんな武器があるんですよ。多分、いなかったと思うけど、後付けでね。モビルドール、ベルゴとかトーラスとかを、一時的に動けなくして、ヒートロッドで倒すとか、そんな感じじゃないですか、だから。いたんですね、こんなやつは。絶対ねえと思うけど。中見てみましょうね。はい。新規造形だけあって、エッジはね、立ってますね。うわぁ、これなんだよなぁ。この、肉抜きがすげえんだって、マジで、この。この、もう。昔の BB はね、肉抜きないからその辺優秀なんだよね。わかんねえかもしれないけど、すごいよ、肉抜きが。もう抜けちゃっててさ。今の最近のさ、SD ガンダムのプラもすごくね？お前ふざけてんのかっていうぐらいもう、肉抜きがすごくてさ、これじゃいらねえよっていうぐらい肉抜きがすげえよな。びっくりしちゃったもん、俺。ここまで抜くんだっていうぐらい。しかもなんか色分けも適当だしさ、BB ってさ、ちゃんと作ろうと思ったら大人でも難しいぜ。超難易度だけよ。なんか見せたいけどなんかこれ。見せづれえな。まあ二色成形ですね。はい。知ってたみんなこいつのことが、こいつの存在。ガンダムアクエリアスってのは。同時開発らしいよ、これ。エピオンと対になる機体として秘密裏に開発されたっていう。やっぱエピオン内包なんですね。あ、違え、これ。コンピュータウイルスで周囲のモビルドールの動きを一時的に停止させて、その間にガンダムエピオンが、
そのモビルドールを指揮している有人機を攻撃するっていう2機による戦術コンビネーションが可能になっている。うん。武装はエネルギー消費を抑えるため、ビーム兵器は使用せず、接近専用にヒートロットを装備している。あ、なるほど。あの、モビルドールってさ、人間が乗ってる機体が制御してんじゃん。うん。あの、モビルドールに指令を出す、なんか指揮官が乗ってる有人機なんで、それを破壊するのが目的らしいよ。うん。あの、モビルドールを止めて。なるほどね。ねえ、これ。塗装にはより安全な水性塗料や軍事産業カビより発売のガンダムマーカーのご使用を示します。そう、この当時のガンダムマーカーってま使えなかった気がするんだけどね。うん。だこの頃水性からアルコール系に変わったんだっけ？そう、覚えてないけど。今のガンダムマーカーはそこそこ使えるよ。うん。ガンダム X のこのガンダムマーカーはね、水性というかもう絵の具だったからね、本当に。どうやって使えばいいのっていうレベルだったけど。今のガンダムマーカーほんと使えるようになったよね。うん、上から目線で悪いけど。はい。これ、さ、プレ版とかで、なんかね、そのうち、あの、リアル体系で出そうだけどね。これでいいんじゃないの？なんか、ガンダムウィング30周年記念とか、これでいいんじゃない？これを HG がすればいいじゃん、HG。まあ、どうせプレ版なんだろうけどさ。これ良くない？かっこいいよね。うん、エピオンと対をなす機体っていうね。うん。かっこいいっすね。ニキニキだよな、問題はな。成形色が悪くねえな、まあでも、塗装はちょっときついかな。これね。こんなんだもんな。BB 戦士はやっぱね、昔の方がいいな、俺は。うん。手元にねえから、持ってこねえけどさ、俺作ったゲルグルとか良かったでしょ、あれ。この感じが良くない？このポップな感じ良くね？怖いじゃん、なんかこっち、なんか。あの、体型と顔が合ってないんだよね。瞳がないとダメだよな。これ。これあの、瞳があるんですよ、昔の BB 戦士は。これねえけど、瞳用のやつも、瞳がついてるシールも入ってると思うんだけど、これ。これ入ってる入ってる。その、皆さんどうも、BB 戦士は瞳があった方がいいでしょ。これ。これ瞳シール。これ。これないと違和感なんだよね、これ。上だとさ、なんかその人格がなさそうじゃん。あの、BB 戦士ってね、あの、生きてるんですよ。人格があるんですよ。ロボットじゃないんで生きてるんだよ、あいつら。生きてるから、これ瞳があるんだよね。うん。もう最近瞳がないけどさ、俺、瞳がないとね、しっくり来ねえよ。うん。ね、昔のビービー、肉抜きがなくて素晴らしいよね、足とかさ。うん。スピード台があったよな。あ、なんとか8分超えましたね。はい、そんな感じでね。プラクティスしたらバイバイ。